あとこの試合に関してはセカンドボールがなかなか、90分通して拾えなかったかなっていうのもあるし、一番はやっぱり西川選手がさ、どこでも蹴れちゃうから、フォワードまで蹴れるサイドバックにも蹴れるから、なかなかね前プレー行こうとしてもいけないんだよね。だからちょっとずつ後ろに下げた時に相手がねボールをねちょっとずつラインを上げていくのが大事なんだけど、それができなかったな前半の終わりとかはね。本当は前から行ければいいんだけど、ある程度イレギュラーに行って相手のミスを誘うっていうのも一つの手だったけど、この試合に関しては、ちょっとリトリートした感じもあったかな。だから俺は攻撃の俺は前半とかはもうちょっとプレスかけてもいいんじゃないかとも思ってたんだよね。そのもちろん剥がされるかもしんないけど、でもいけそうだし、キーパーまで下げられる分にはまあいいじゃん、ロングボールしかないんだからっていうのを思ってたから、もうちょい行きたかったんだけど、そこはあの後ろの判断だったりディーゴとケイゴ君の判断だったりもするから、俺が行っても、俺が例えばセンターバックに行ってもサイドバックのとこ空いたのじゃ誰が来んのってなるし、そこ共有できてなかったら結局意味ない、ただ一人ガンガンいるってなっちゃうからさ、そこはね、仕方ないっていうのもあるんだけど、チャンネル登録よろしくお願いします、よろしくお願いしますっていう感じで今日は終わりたいと思います。皆さん今日も見ていただいてありがとうございます。またお疲れ様でした。バイバイ。疲れです。